では参ります。手裏剣ファイル269。クリスマス今昔物語。さて、街はすっかりクリスマス気分ですね。美しいイルミネーションの中、恋人たちは愛を深めて、お母さんたちはそろそろクリスマスケーキの予約を入れ始めているんではないでしょうか。でも昔のクリスマスはもっと素朴であったかいものだったような気がしませんか。ジュリーさんとケンさんの子供の頃のクリスマス、ぜひ教えてくださいと。子供の頃はむしろなかったですよね。クリスマス今みたいな大騒ぎはしないですよ。そうそう、あ、うん、だから幼稚園とかだとね、なんかクリスマス会とか やってくれてた。あ、ね、幼稚園の中でもうその頃になったらあのデコレーションとかもみの木とか、うん、でも小学校になったら やらないよ、うん、サンタクロース基本的に。だってあれは日本の祭りじゃないと思ってるから。そう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 、ね、うん、そうね、関係ないと思ってるから、うん、でも一応プレゼントみたいなの欲しいとか言ってるから、だから親父が何か買ってくんだよね、うん、でタンスのところに崩したね。一応下げましたよ。下げといたけどね。ってことはサンタさんは信じてはいたんですか。信じてはいないよ。信じてはいない気持ちは。縁起物だからね。こんなもんやっとこうと思って、うん、あ、縁起物だよ。なんでくれんだろうなと親父が。で朝起きたらこんな長靴のちっちゃいやつのお菓子が入ってるやつあるじゃん。そうそうそう、ちっちゃいやつ、あれが置いてあったよ。あ、うん、ヌガーとかがね、ヌガーとか入ってるやつ、ね、そその頃でも甘いものはほとんどなかったから、それは嬉しかったですけどね。そうだそうだ。じーっと3人兄弟で、うちはね3人とも同じのもらうんだよね、あらがぐつを。それでなんとか自分が一番最後にまだ持ってんだよって言いたいがために取っとくわけ、隠すんだよ。食べないで、うん、食べないで。兄貴たちがもう来ないの来ないのってないって、でじーっと立ったの。でもそれね、腐っちゃった。それいや、髪が入っちゃったんだよ。それ相当な、そうそう、本当、夏になって出したんだよ。いや、昔は賞味期限とか書いてないよ。書いてないよね。ずっとね、もうちゃって、何使ってるか分かんないよ、あれは。そうそう、ここぞというね、もう福袋みたいなもんですよ。だから余ったもんばっかり入れるみたいな。入ってんじゃないですか、本当に。古いもんが。そうなんですかね。うん、で、長靴しょうがないから手で履いてる。で、足は入んねえからさ。手で履いて。兄貴でもらって馬だみたいな、パカパカパカとか、馬だとか、そんなようなクリスマスですよ、私の場合は。クリスマスケーキとかは別になかったですか。なかったね、うち。ないよ。ない。あ、そうですか。だって休みじゃないしね。ですよね。親が帰ってこないもん。夜遅くにならないと。ああ。仕事がね、うちらなんかが父親は8時頃にしか帰ってこないしね。うん。でもうちょっとしたらもう早く寝ろでしょ。そうですね。だから昔この25日って終業式じゃないの？じゃなかったですか？終業式かなんかで、この日、そうだ、終業式だ。この日ももらって帰ってくるっていう日だったんだよな。あ、そうか、そうですね。そっちのイベントの方が大きかったよ。通信簿見せたりとか。通信簿見せなきゃいけないって言われに。あ、うん、あんまりいい感じじゃないですよね。ないからね。なんかね、うん、クリスマスツリーはやってくれたけどね。やってくれた写真があるけどね。あ、そうですか。でも幼稚園の頃しかないな。もう小学校上がってからもうないよ。あ、そうですか、うん、当時はどんなもの買ってもらったんですか。あとお菓子以外、もう少し成長してからっていうのはないよ。そういうのないよ、うちではそういう習慣ない。あ、そうですか。せいぜいね、カレーライスかな。あ、クリスマスにはカレーライスを食べる、うん、だったらごちそうったらとりあえずカレーライスか。うちは手打ちうどんだから、手打ちうどん、うん、手打ちかな。うどん、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 いいな。おふくろがうそこだから。あとはだから、それ以外は仕事になってからは必ず一時期クリスマス特番とか言ってたけどね。でもね、一回だからいいか、前もこれネタやったけどいいか、同じもんでとかやってやってサンタクロースがね、行くと白バイが来てとか、免許証見せてとかっていうの。いや今までにじゃあもらったクリスマスプレゼントで、お友達恋人関係なく思い出に残っているプレゼント、あ、今なんで志村さんにやってしたんですか。いや、そういうのはないと思って。うん、ないですか。クリスマスのイベントってほとんどやったことないね。クリスマスパーティーとか、こう芸能界の中でやるとかないんですか。いや、稼ぎ時だよ、稼ぎ時。あ、逆に今私はキャバレー、今ディナーショーっていうのがあって、ディナーショーで稼ぎ時でしょ、もう12月入ったら。そうか、うん、あと年末だとはどうせ番組とか撮ってるじゃないですか。そうそうそう、あ、年末年始の番組、ね、クリスマスやってる人少ないと思うよ、業界では。大体そうよ、人が遊ぶときに働くっていうのが僕らの仕事だよね。ありがとうございます。いやいや、僕はもう人が遊ぶときに遊んでますけどね。いやいや、三が日クリスマスは。クリスマスも休みだわ。え？あ、今年。もう困っちゃったな。今年はどんなご予定が。寿司屋行こうかな。寿司屋、クリスマスに寿司屋行くでしょ。いやいや、いいじゃん、別に。いやいや、なんか。炒めしとかね、フレンチは混むよ。
なんか予約大変らしいでしょ。らしいね。世間はなんか、うん、そうそう、この日のなんかイブかなんかの、うん、ホテルはもういっぱいなんてね、うん、そうですよ、ね、番組スタッフが1ヶ月半前にレストラン予約入れたらもう 4件はいっぱいです、いっぱいです、いっぱいです。はあ、みんなカップルで、うん、はあ、やっぱりフレンチとかイタリアンとかそういうのはクリスマスかね、ああ記念日かですね。あと土日、あ土日、土日ね、混む。そう、だからクリスマスには赤玉子食べてる。うん、何ももらおうかなみたいな。澤田さんはじゃあ一応お休みだと。志村さんはご予定は？多分もう休みだと思うんですよ。お、休みですか、うん、ということはクリスマスやりますね。やんないよ、やんないやんない、やらないですか、うん、うん、僕ら飲むけどね、いつも飲んでるけど、そう、毎日飲んでるからほとんど。メリークリスマスとか言いながら飲む。あ、そのセリフが変わるだけね。でも焼酎ですからね。そう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 。いやでも急にこの日だけね、なんか外国の習慣で、次の日になるともうお正月の準備ですもんね。そうでしょ、ね、どっちかというと俺たちの年代ってね、あの今カウントダウンとか騒ぐじゃない、はあ、うわーとかどっちかとかって、うんうん、俺たちはどっちかというとあの静かにあのジュアの鐘聞いて、そうそうそう、紅白見て、うん、でなんかしんみりするのが好きだ ね、どっちかというと強いんだよ、みんなわら声くぐるって回しながらこれ持って帰って火つけるんだみたいな、ね、横浜湖であの中華街でバチ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 って爆竹鳴らしてるとかね、うん、うん、カウントダウンってね、何そんな騒いでどうするんだと思うんだけど、すごいですよね、今いろんなところでカウントダウンねやりますよね、うん、コンサートもね、うん、桑田君なんかやるしね、そうですよ、カウントダウンコンサート、ね、54321って言って、うん、おめでとう、電気真っ暗にして真っ暗にして誰とチューしてもいいとか、あれニューヨークなんかそうらしい、そうらしいけどね、だそういうなんか機械つけちゃなんか 女とこされたんじゃないの、うん、そうだね、理由つけちゃね。お二人はあまりクリスマスをドカーンとやらないみたいですね。いい思いもないし、別にやる気もないし。でも僕らの年代って多分そうだと思いますよ、みんな。そうだ、そうなんでしょうかね、まだね、 なかった本当に、うん、そういう習慣がないんだもん、 では曲をお送りしましょう。澤田研二さんの新しいアルバム忘却の天才からエスプレッソカプチーノ、どうぞ。